はい、立川10レース S 級準決勝です。めちゃくちゃ雪降ってますね。すごい、こういう時って選手の皆さんってどう思うんでしょうね。まあ、とりあえず新田選手が先行で逃げると踏んだんですけども、ちょっと包まれてますね。やっぱり大方の予想通り、やっぱ新田選手は警戒されますもんね。うわー、きついな。どうなるんだろう、これ。おーっと、打ち行ったぞ。おー。先行ですね、これは。いやー、どうだろう。残り一周の先行だとでもさせないか。うわー。もっと早めから先行してほしかったんですけどね。いやー、どうだろう。最後させるか。いやー、させないか。させないですね。いや、残念。はい、向こう町11レース S 級決勝です。さっきね、立川11レースをちょっと締め切りで買い逃してしまったんですけど、まあ予想外れてしまったので、まあ良かったかなっていう感じなんですけども、あ、ここはもう予想通り小林選手が先行ですね。多分、なんじゃないかな、番手からもう早めに行くんじゃないかなと思うんですけど、もう車間切ってますね、だいぶ。7番のね、中田選手がね、ついていってほしいんですよね、ちゃんと。よし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 、タイミングよく。わー、勢いいけど、野原選手。ちゃんと牽制して。おし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 、すげー、ちゃんとブロックできてる。すご。で、ここで、いけるか。いけるかいけるか。まあ、当たり。よし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 、いいぞ。はい、立川12レースです。このレースは2番の松井選手が先行していくとみて、その番手の岡村選手から買いました。いやー、それにしてももう雪がすごいですね。このコンディション怖いだろうな、走るの。あー、でも川口選手に突っ張られて、でもそれでも、うわー、ちょっと踏み合いかってなると、あれですね。清水選手とかに展開が向いちゃいそうですね。うわぁ、どうだろう。おっと、裁くか、そこ。うわぁ、3番手か。いやぁ、難しいな。うわ、来ましたね。清水選手。いやぁ、うわぁ、打ちって、うわぁ、包まれてますね、もう。うわぁ、雪が綺麗。うわぁ、もう、ダメか。ダメですね。うわ、浅井選手も。うお、すげえ。間そこ行くんだ。うわ、大丈夫か。うお、すげえ。